はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日は時間がない4、50代は一気に全身をストレッチしようということで、ストレッチは当然やっていった方がいいですよね。体が硬いや柔らかい方は体が楽だし怪我をしにくい、そして筋トレ効果も出やすいので肩こりや、ね、腰痛なんかもなりにくいということで、当然ストレッチはやった方がいいんですけれども、体のいろんな箇所を一つ一つやっていると結構時間がかかる、だからめんどくさくなってやらないということは結構あるんじゃないかと思います。で特にね、4、50代という忙しい年代になってくると時間がなくてやってられないということもあると思います。なのでできるだけ一つのストレッチでいろんなとこを一気に伸ばしていくような、できるだけ全身を一気に伸ばしていくような、そんなストレッチをやっていった方が時間的には効率がいいです。でそれだけでなく、筋肉そして筋膜っていうのは一つだけで成り立ってるんじゃなくて、お互いが一つが終わりかけたら次のものが始まりかけてて、この二つがちょっと引っ張り合ったりしながら作用していることがあるんですね。だから一つではなく、この二つを同時に伸ばしてあげるとか、それが3つ4つ5つつながって全身を一緒に伸ばしてあげるとか、まあそういったようなストレッチを本当はやっていく必要があるんですね。一箇所だけ伸ばしていくんじゃなくて、全身がね連動してるんで、じゃあ連動してるように全体を伸ばしていくということが、体にとっては意外と重要だったりします。なのでまあ時間的な問題から見ても、そして体から見ても、全身を一気に伸ばしてあげるようなストレッチをやるっていうのは結構意味があることなんですね。まあそういったものをいくつか紹介しますけど時間短くてもいいです。本当にね、10秒、20秒でいいんです、1個はね。それを毎日のようにやっていくということが大切で、30分ぐらい時間かけるの、週1回だけというのは全く意味がないです。だから今から紹介するのは本当に10秒ずつでもいいんですよ。それが毎日ある人の方が絶対効果出ますから、ぜひこれらを一つずつやってみてください。できれば今見ながら一緒にやってみてください。ではまず最初に、体のねじりですね。まあ体のねじりよくありますが、これをね、仰向けになって寝転んで開いているやつじゃなくて、今度うつ伏せになります。これね、ちょっとそちらから見えづらいかもしれないですが、このぐらいの角度になるかな。膝90度、足首全部90度になります。膝も股関節も足首も全部90度になりますね。で、ここの上の足ですね。上の足、この股関節はまっすぐ一直線伸びたので、この上の股関節が曲がったりしないように、ここまず一直線になりますね。この中で今僕は右足が前に出てますけども、このままうつ伏せになります。この膝から股関節頭までが一直線になるような位置にうつ伏せになっていきますね。今僕右足をついてるんで右肘をつきました。で右肘に体重をかけたままうつ伏せになって、息を吐くことで肋骨と背骨のあたりをねじります。ねじりというストレッチですね。今この段階で胴体、もう肋骨あたり、背骨のあたり、そして右のお尻のあたり伸ばされています。そして左の股関節、この大腰筋から大腿四頭筋まで伸ばされています。当然背中の広背筋あたりも伸ばされているんですけど、これをさらに、今右肘をついているので、左手を遠くに伸ばしていきます。左手を遠くに伸ばします。そうすることで、左の広背筋、大腰筋までがずっと伸びていく。大腿四頭筋からお尻、腰、背中、全部が伸びて、それをねじりながら一つにして伸ばしている状態ですね。タオルを縦一本にしてねじって伸ばしているのは、まあ、そんな感じ、全体を伸ばしている。で、硬い人、息を全部吐き切ってください。硬くて息をうっと止めないように、息を吐きながら息を全部吐き切った方がいいですね。一回吐き切って、細い、薄い呼吸をしていく感じで、吐くたびに肋骨のあたり、背骨のあたりをねじるという感じ。体重は右肘にかけたままで、頭と胸を落とす感じになってきますね。息を吐きながら吐く分だけ1ミリ1ミリ伸ばしていくような感じにしていくという感じです。そしてこれ終わったら今度逆、膝を90度のまま逆にして、今度僕は左膝が下になってますから、左肘をついて肩の真下に肘ありますね。そして右肘はまずは最初別に体重かけなくていいですから、体一直線の中で息を吐きながら胸を下ろしていく。結構硬い人はこの肋骨背骨のあたりが結構きつく感じると思うんですけど、この中で右手をさらに遠くに伸ばしていくと、右手を遠くに伸ばしていく。で息を全部吐き切ります。吐いた方がより伸びて、力が入らないで伸びていきますので、ねじり絞りですね、そんな感じのストレッチをやっていく。まあ、さっき言ったようにこれを最低10秒やればいいと思います。やれる人はまあ30秒1分やってもいいんですけれども、まあ、手短にというんだったら短くても構わないですけれども、とにかく左右両方やっていくということで、片方だけ硬い人がいると思います。
片方で硬い人は硬い方はしっかりね時間かけてやらなきゃいけないし、今背骨の辺が硬い人もいれば、逆にねこの大腿四頭筋の膝の前あたりに張りを感じる人もいるし、お尻に張りを感じる人もいます。でその張りを感じたところは自分は硬いというところなんで、ここはね結構人それぞれ違います。一般的には肋骨のこのあたりがきついと思うんですけど、今みたいに膝の前のところとかお尻の張りを感じたりとか、自分が硬いところを伸ばしていくような、そういうことを探すということも重要ですね。それから、今度は、まずこれはやったことあると思うんですけど、この状態、だいたい膝90度90度ぐらいになるようにしてください。で、まずこの段階で股関節、ここがくの字に絶対ならない、180度もしくは180度にも1個伸びてる感じ、わかる？これ180度だけど、ここの股関節1個前出せば直線から後ろに大腿骨が伸びた形になりますね。股関節を中心に垂直から後ろに伸びた形になります。ここをまず作ります。で、これを作りたいんだけど、ここを出すときにこれが伸びなくて、股関節が開かなくて、腰が入ってお腹が出ちゃう人いるんですね。お腹真っ平らなんですね。だからここに肘をついたりとか、前に手をつかない、手は腰のあたりがいい。手は腰のあたりがいいです。その方が上半身まっすぐキープできますし、お腹のところはまったりできると思います。絶対、お腹の力を受けて腰が反る、これじゃないです。こういう感じじゃなくて、お腹まったりです。まったりというのを意識して、その中で股関節前を伸ばす。股関節の前を開いた、伸ばした中でのつま先をつかむという感じになっています。付け根が伸びた中で、大腿四頭筋全体、膝の前まで伸ばしていく。これがくの字になってやるの。こうじゃないです。これ全然違うね。付け根から伸ばして、ここじゃないです。付け根から伸ばすことが大切で、腰が反ってお腹がぐっとこういうんじゃないです。そうそう、全然付け根が伸びないから、お腹真っ平らで付け根が伸びるという感じをやっていきたい。でこれをやっていくと、大腿四頭筋が伸びてるんですけど、大腿四頭筋だけでなく、この中にあるね大腰筋も伸びてるんですね。これが大腰筋というのが、こっちの足を出してるから伸びやすくなります。だから前後に開くことで大腰筋が伸びやすくなって、大腿四頭筋も伸ばしているというストレッチになってくるわけですね。でこれがもしきつい人の場合には、こういうベンチがあれば、ここに膝をついて、まあ、痛ければクッション置いていいですよ。で、ここに足をかけておいて、それから足を前に出して、ここから起き上がる。というのでも構わないです。こういうものを利用しても構わないです。自分が持つのができなければね。まあ、こういう形もできます。そして、そっちが終わったら、反対側もやっていく。という形ですね。人によっては逆にちょっとこっち側が張りがあるかもしれないですけども、基本的には、後ろの足、もう前と大腰筋を伸ばしていく。という感じになってきます。まずはこれやっていきます。で、ここからさらに、今、ちょっと、じゃあ同じ体勢です。正面に向きます。この体勢で、今、こっち付け根を伸ばしますね。付け根を伸ばしたら、この手を、まず上に上げる。上に上げたかつ、斜め上に伸ばしていきます。上に上げたかつ、斜め上に伸ばしていきます。斜め上に伸ばしていく。これを、体はこっちに逃げないように、骨盤の位置は最初の位置のままで、真ん中のままで、伸ばしていく。で、この時に体が前に倒れないように。これダメ。今やりたいのは、ここの大腿四頭筋から付け根、大腰筋、そして脇腹、胸のあたりまで全部伸ばしたので、こっちに逃げないで、骨盤が逃げない中での斜め上に手を押すような感じ。斜め上に手を押す。そして、これが倒れていると全然伸びないですね。前側は全然伸びないですよね。横から見たら、一直線の中で斜め、上の方に押してるということで、絶対前のめりにならないということですね。これを左右両方やっていくということ。付け根がまず伸びる。一直線。その真上に上げた中で、斜め上に押していく。という感じ。絶対に猫背、腕が前へ降りない。ここ大切です。全部がここから、全部が一つ伸びていく。そういうことを左右両方やっていく。ということ。まあ、時間は好きなだけやってください。そして、ここから、今とまた同じ体勢から入りますね。ここから、さらに足を広げます、広げます、広げます。結構広げます。広げて、まあ、このすねは垂直ぐらいでいいんですけれども、前後は自分ができる限り開いていく。できる限り開いていく。ここ垂直でいいけど、前後できる限り開いていく。ね、結構きついです。で、ここで、これ自体がきついって言わないで、まだここからです。これまだ準備段階ですが、ここから、この下に手を入れる。肘が入るようにしてほしい。肘がこのぐらい向こうかな。肘がこの中に入って手をこうつく。両方手のひらをつく。できますかね？まだ始まってないです。まだ始まってないです。これ準備段階。
前後結構開いて、ここに手を入れ、両方手をついてますね。で、ここから、このあたり、特に骨盤、お尻あたりを前後前後します。ちっちゃいです。多分数センチ、10センチ動くかなって感じ。これを前後前後させる。特に、その前に出てる足の骨盤、お尻あたり、股関節を前後に揺さぶっていきます。前後に揺さぶっていく。結構、お尻からこのハムストリングスの付け根、結構痛いです。付け根結構痛いです。このあたりね、このあたりを一番伸ばしていきますが、反対側、後ろの足の方の大腰筋も当然伸びますよね。だけど多分お尻に一番感じます。これを前後前後します。最低10回振ってください。時間がある人は20回振ってください。そして今度これを回転させる。お尻を回転させる。まあそんなにいっぱい動かないですけど、お尻を回転させる。今はこっちから外向きに回ってます。外向き、外向き、外向き、外向き。肘ね、この中入った方がいいですよ。それで、外向きの回転をしていく。お尻、股関節を回転する。右の、今ね、前に出した足の股関節を回転してる感じ。今度は逆回り、内回りの回転にしていきます。まあ、なかなかお尻と付け根がきついと思いますが、このあたりをしっかりほぐしていくというストレッチ。ということ。これも、逆いきますね。しっかりと開いた中で、こう垂直。しっかり開いた中で垂直。で、肘を入れる。ここ。で、前後前後していきます。そんなに大きく動かないです。お尻とハムストリングスの付け根かなり痛いです。これを10回、20回、まあ30回です。で、前後に振ったら、今度は外回転。これも10回、最低2、30回やっても OK。お尻を回転ですよ。お尻を回転。頭じゃないですかね。左足とお尻を回転。で、今度、内回りになります。内回り。内回りの回転をしていく。肘がちゃんと中に入った状態でやってください。こじんまりしてますけど、結構全体的に一緒に伸ばしてる。という感じになってますね。結構辛いですけどね。硬い方あると思います。硬い方は結構付け根が辛いと思いますけど、今の体勢でしっかりと付け根を伸ばしていく。きついけど、終わった後結構ね、体が軽く感じると思います。そして最後はオーバーヘッドスクワットになりますね。何か棒があれば棒、傘でもいいです。そしてタオルでもいいです。ね。これがタオルでもこれが緩まなければそれでいいです。で、頭の上に乗っけた時に前腕が垂直になるような位置ですね。その幅で握ります。タオルの場合にはこれがね、狭くなって緩んでしまうことはないようにしながら前腕が垂直になるような幅で握ります。そして、まずはね、基本的には足肩幅です。肩幅でありながら、これをまず上に押し上げる。真上に押し上げる。真上です。真上に押し上げた中で垂直ね、その中で、でっちりにしてからしゃがんでいくという感じです。筋トレじゃないです。あくまでストレッチです。上に伸ばして、前伸ばします。脇伸ばします。この辺伸ばします。この肩、そして腰を反るというストレッチ。背中を締めて腰を反るというストレッチ。その柔軟性を養ってほしい。そういうストレッチです。この時に、しゃがんだ時に腕が前にこういってしまうように上に押し上げながら行ってほしいということ。で、これ、さっきのね、肩幅で立ってのスクワットで膝がとにかく出ないようにしながらも上に押し上げる。で、肘が絶対にこれが緩まない。緩んだら全然違う。肘まっすぐ上に押し上げたままの前に出ないのがいいんですけれども、これがなかなかほとんどの人がきついと思いますね。一つの解決策としては、足を少し広めにしたワイドスクワットとしての、つま先外ですよ。つま先結構外にしながら、つま先外に向け、膝は外に向けながら、これを上に押したまま、これは変えない。垂直のまで膝を開いた方がしゃがみやすい人もいるかと思います。まあ、この形で、内ももを広げながらも背中を反るようなストレッチを全身一緒にやっていく。それでもなかなかできないという人はもうこういうベンチ最悪です。最悪ですよ。使ってもいいです。スクワットがなかなかきついので、スクワットしている状態に座ってその中でまず上に持ち上げる。上に持ち上げて、ね、それで腰を一回反る。腰を反って上に持ち上げた中で少し体を前に倒していくけど、これを上に持ち上げる。ということをやってみて。ね、これはちょっとスクワットと同じような感じになるでしょ。スクワットと同じような感じになるんで、まあ、太ももがきつくて下げられない人は、ここに座って、最初はこれまっすぐ一直線ね。一直線から
前に倒れながらも腰の反り、背中の反りを作って、腕をできるだけ上、これも肘曲がらないね、肘を完全に伸ばしたままの上になります。という感じの座ったままでもこれいけますね。まあこういったオーバーヘッドスクワットの筋トレじゃないです、あくまで柔軟運動ですから、肩がこっちに行くような柔軟性、腰が反れる柔軟性、さっきのしゃがんだら股関節を伸ばしていく、そこら辺全部一緒に伸ばしていくような、まあこんな感じのストレッチをやっていった方が、正直ね、あのもも裏だけ伸ばすとか内ももだけ伸ばすというようなストレッチよりもすごくね、自分の体全体が楽になって軽くなると思いますね。最初に言ったように筋肉、そして筋膜が一つだけで存在するのではなくて、一つ一つが重なるようにね、なっているところも結構あります。そして体は一個の筋肉だけを動かして生活しているわけではないので、特に今のオーバーヘッドスクワットのような全部が一緒になってやっていくようなストレッチをやっていくことが、実際に体をね動かしてる、普通に歩いたり走ったりとか、まあそういうことですけど、しゃがんだりもそうですね、そういうことがすごく楽になってきますね。なので、全身を一気に伸ばしていくストレッチというのは時間も短くなりますが、体が楽になるものなので、特にね 40、50 代はこういうのがね硬くなりがちなので、このね少しずつ時間短くていいから毎日ぜひやってみてください。パーソナルトレーナーのゆうじでした。